このヤクルト何で置いてあると思いますか？実はね、じゃん、ヤクルト、これを飼育容器の中に入れてみたの。それがこれで、2日経ったんだけど、これ中身見るとね、結構コバエが取れてるんですよ。まあまだね、容器の中をうろうろしてるコバエも多少いるんだけど、でもね、見てください、これどうすか、見えますか？まあやり方はすごく簡単で、飲んだヤクルトをそのまま入れとくだけ。じゃん。今度ね、このノコギリクワガタのメスの産卵セット、この中にもね、コバエがいっぱいいるから、このヤクルトを飲んで空の容器を入れてみるよ。それでまた後でこの容器の中にどれだけ入ったか見てみます。じゃあいただきます。はい、いただきました。普通にね、ちょっと残そうとか思わないでね、ちゃんと飲んじゃって構わないと思うよ。じゃあこれを容器に入れていきます。結構コバエがいると思うんだよな。まあいますね、これとかね、こっちもそうかな、これとかね。まあこのクヌギの葉っぱの裏側にはね、コバエがいつもいっぱいいてね、これを揺らすとわんさか飛び回る。じゃあ置いていきます。マスキングテープでこの辺の空中に貼り付けておこうと思います。そうすればね、メスのノコギリクワガタが間違って入ってしまうってことがないのかな。これでね、何日間か置いといてどれだけ取れたか確認してみることにします。じゃん、いきます。オープン。どうかな。うお、すごい、すごい取れてる。何匹だろう、20匹ぐらいは捕まえてるんじゃないかな。
これはすごい。まだね、容器を開けた時に容器の中にいたコバエちょっと飛び回ってるんだけど、これすごい量取れたな。半分ぐらい取れたんじゃないかな。いや、8割ぐらい取れたような感じ。飛び回ってるのがね、2、3匹しかいない。あとみんな取れてるからすごいね。これヤクルトの空き容器。おお、もう結構入ってるよ。コバエ取れたかな。じゃん、おお、見えますか。すごい取れてるコバエ。ほら、何匹取れてんだろう。2、4、6、8、9、10、まあ20匹以上は入ってる。しかももう力尽きてんじゃないかな。これはすごい取れてるぞ。これ効き目あるかな。まあまだね、周りにもね、正直なところ、コバエちらほらいる。ほら動き回ってるの見えるかな。キラ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 光が当たって動き回ってるよ、コバエが。まあ全部取り切れてないっていうのが正直なところなんだけど、かなりの量は取れてる。キラキラ動き回ってるの結構見えるでしょ。出てるやつもね、多分数えたら20匹以上いるんじゃないかな。とは言ってもね、取れた量がね、それと同じぐらいはね、いるんじゃないかな。だからまあ5倍の半分は取れるって感じで、小映え鳥としてこれ結構有効なんじゃないかな、ヤクルト。おはようございます。見てください、これまた取れた。ほらすごいでしょ。ヤクルトの空き容器、すごい取れるよね。ほら、今日もね、また飲み終わったヤクルトを入れておくよ。ちょっとこんな感じ。